チビキャラの例、チビキャラとは、デフォルメ技術の中でも、スーパーデフォルメと呼ばれる手法で作られた闘身の低い、キャラクターである。佐藤元の著書、チビキャラの描き方人物編では、誇張表現によって、2から4闘身まで縮めたキャラクターと定義している。チビキャラの作成は、デフォルメの過程である外輪を抑える、特徴を、誇張、省略するなどが必要となり、 特徴を記号的表現で表すこととなる。そのためチビキャラの利用は漫画やアニメだけでなく CM、手紙などへのマスコットとして応用を聞かせて扱われる。一般的にはスーパーデフォルメはバンダイの SD シリーズから始まったと考えられることが多い。日経ビジネス等ではそう紹介されている。SD 戦士シリーズなどのバンダイの営業活動や商品は 半見という概念を超えた活動である点でも知名度、認識度が高いと言える。一方で佐藤元は、チビキャラの歴史について、まずデフォルメそのものが世間に浸透したのは、雑誌、月刊アウトにおいて、アニメ、宇宙戦艦ヤマトのパロディが多く排出されたことに、あるとして、日本初のデフォルメキャラ商品化は、そのパロディブームが収束した後に、 佐藤自身が関わったアニメのデフォルメキャラであり、SD シリーズよりも数年前に市場へ登場した旧ロボシリーズである。と語っている。1970年代末から80年代における宇宙戦艦ヤマと銀河鉄道39、機動戦士ガンダムなどの SF ブームは90年代にかけてのナンセンスギャグそれと神秘主義の路線にとって変わられた。バンダイは、 1990年頃よりキャラクターマーチャンダイジングの進化という合言葉にキャラクター商品化へ向けた経営戦略を打ち出していた。その一つが SD と名付けられた既存キャラクターの二等進化である。この SD 化のアイデアは機動戦士ガンダムが起点となる。ガンダムはリアルさが売りであったために模型やビデオ作品以外の商品展開ができなかった。 そこでユーモラスな二頭身キャラクターであるドラえもんにガンダムを押し込んでみたところ小学校高学年から高校生までがターゲットであった従来の支持層を幼児から小学校低学年まで広げることとなったこの成功が後にショップショット M78A の展開となる二頭身に可愛らしくデフォルメされた商品は女の子好みのデザインであり場所柄も客層も従来女性への ターゲットが含まれている。しかしバンダイではガンダムやウルトラマンに続く定番キャラクターを作れるかどうかが焦点だった。この課題への一つの結果がビジネス展開として半券枠の垣根を超えたものとなった。SD 戦士シリーズでは例えば仮面ライダーが採用されている。日経ビジネスではこの交渉時にはいくつもの半券元と密に交渉して、 被害調整に奔走したバンダイの熱意に、東映テレビ事業部の大坪道よらが舌を巻いた。と伝えている。ありがとうございます。